お疲れちゃんスロットです。今日はですね、面白そうなバレバレ枯渇を見つけたので、そちらね、やっていこうと思います。さあ、こちら、メガナイトスケキン入りのバレバレ枯渇と、いうことでやっていきます。で、まあ、バレバレ枯渇なんですけども、なんと施設とかが入ってないですね。てか、まあ、枯渇にはやっぱ基本的にね、テスラとか、まあ、インフェとか、まあ、ボム大砲あたりの、まあ、施設が何かしらね、やっぱ入ってくるんですけども、まあ、施設ないけど、その代わりね、防衛で優秀なメガナイトがいるよというわけで、やっていきます。さあ、キラリちゃん、よろしく。さあ、個人的にですが、普通の、バレルが1つだけの枯渇よりも、このスケバレ、そしてバレルが入ったバレバレ枯渇の方がね、個人的にです。はい、使いやすくて好きなので、やっていきます。さあ、ブーちゃんですね。で、この豚とかには、やっぱメガナイトもスケキンもね、優秀なので、ちょっと勝ちたい相手ではあるかな。で、まあ、このデッキは、スケバレ、ゴブリンバレル、吹き矢、ギャング、そしてあとフェニックスの卵っすね。はい。一応卵も、なんかウッドで壊れるようになったからこそ、ウッドを使わせられる。嫌な雨でも。そうなので、まあ、そういった呪文枯渇っていう意味では、そこも入れていいのかなと。はい、フェニックスの卵でね、呪文を使わしたい。これ老兵固めてきてくれたらすごい美味しいんですけど、あにゃー、踏めた、よかった。なんかああいうの踏みに行ってね、ロケット押しだけ踏めてないみたいなよくあるんで、そう、踏めたのよかったし、てか、まあ、老兵来てないのにメガナイト割くのは、まあ、あんま良くなかったかもしれないんですけど、飛べね。まあまあ言うて防衛カードはそこそこにあるので、まあいいかなと。さあ、まあ来たらスケキンでと思いながら、ウッドで守れるかな。で、このデッキはですね、なんか誰かが使ってたんですけど、なんかヤナメで使われてたんですよね。そうで、結構使われてて、強そうだなと思って使ったんですけど、ウッドでいいよね。まあヤナメのメリットとしては、こういったロケット押しとか、まあアーチャーをまあやれる。あとはラバですね。ラバに対してはすごい優秀ですよぐらいなんですよ。そうだから、まあ、柳使うぐらいだったらウッドでいいんじゃねえと思って、勝手にウッドにしたんで、あ、これ金起動すればよかったな。全然なんかノンス働いてねえな。そうね、なのでまあ気になった方はぜひ山雨型でもやってください。まあ、個人的にウッドで十分かな。まあ、ラバいないんでね。まあ、いてもキアフェニックススケバレギャングあれば守れるしみたいな。はい、さあ、まあ、あれに穴埋めないのは渋いですけど、吹き矢はどうせカウンターでいかれちゃう。おー、偉いね。なんかその吹き矢、最低ウッドも使ってく。気づけばね、なんかすごいっすよこれ。スケキンね、フェニックスのこの形も組めるし、スケバレ飛ばすだけでも強いし、気づいたらいかつめなカウンターができますね。さあ、金起動していこう。やっとできた。よいしょ。さあ、まあ吹き矢はね、あの子に行かれちゃうんでしょうがないけど、相手からしたら攻めれないっすね。うん、目がないてるからね俺が。さあ、あとはあのキノコをしばきつつ、両サイドね、えぐいカウンターを組んでいこう。まあ、どっちにウッドをね、相手が使うかみたいな。ウッド使ったらね、追加すればいいんで、こんな感じで。さあ、で、スケキンのソウルコールもしっかり使って、右も左もみたいな。えぐい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 。めっちゃいってるめっちゃいってる。そう、ナイス。で、これ固めてきたらね、踏めばいいだけなんで。はい。ウッドはまあ、危なそうだったら使えばいいかな。で、このメガナイトの逆に、このスケキンフェニックスとかね、組んであげて、さあ、吹き矢も追加して、ソルコルも使って、さあ、こうなると、相手からしたらもう、地獄オブ地獄。あー、メガナイトがね、さあ、陸受けも苦しいよと。さあ、まあ、ここ最近はね、やっぱこういう、ゴブリン、モンク、フェニックスの、まあ、3点セットのデッキがね、やっぱ多いので、まあ、その環境系にはね、すごい戦えるのかな。まあ、老兵だったんでね、ただただ相性がいいっていうのは、まあ、あったと思うんですけど、個人的にね、バレバレはめちゃんこ好きだからな。大会とかでも使うぐらい。普通にただただ好きだから、マジでおすすめはしたい。さあ。ガンガン攻めていきましょうか。一応まあトルネ警戒投げてますけど、あの位置だと近畿はされますね。さあまあ両サイドね、ゴリ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 いきたいけど、おーい。さあこれはフェニックスが文句一個も固まらん。やられていいですね。はい、なぜならここで復活できるんでね。でしかも相手にねウッド今の使ってきたらっていうのもできるんで、フェニックスはね一回死なさせてあげてください。はい、っていうとなんかちょっとおかしいけど、まあ、一回全然ねいかれていいです、あの子は。いやこれ当たんないんですよね、吹き合ってロケホの。当たったわ。自陣だったらか。自陣だったら当たんないです。さあまた来たっすね。流行りすぎてて強すぎてもうそれしかおらんっていうやつですね。はい、フェニモンロイホ、まあ、フェニモンロイホがもう本当に相性がいいので、まあ全然ですけどね、もう大量発生しちゃってっていう。でこれ文句はねカウンターされちゃうんですけど、フェニックスは別にカウンターされないんで、こんな感じでちょんちょんしてあげて、フェニックスいかれたも起き上がるよね。ああまあ相手ウッド使ってくれましたね。いやでも待って、めっちゃいってる、やばい、やばいじゃん、やばいんですけど、相手ウッド使ったんですよ。なんでもうここでいっちゃって、これ絶対きついよね。守られたマジで結構萎える。おいよいよし。さあ何も受けがありませんでした相手は。さあというわけで一旦1本は取り返すが、ちょっと怖い香りしてましたね。早めにちょっと緊急したいんですけど、守りすぎちゃってる。避けろん、なんで頑張って避けてよ。さあまあまあ、さあアイスピ完封は失敗してる。文句入られたらもう嫌なんで下げちゃおう。やべえ、なんか豚引っかかってね今。さあ370を耐えたい男です。この辺なんか来ねえかな。おなんかノックアックしてるな、卵で。えなんか卵でノックアックして守れそうなんだけど。さあ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 、130もおられてよかったんですけども、守れてしまうよと。まあ施設ないんでね、やっぱ完封っていうのが難しいんですけど、もうそこをメガナイトだったり、まあフェニックスの落下のノックバック利用はもうそんな領域無理っすね狙ってノックバックとかたまたまっす、あんな。まあウッドでできるだけ耐えたら楽に勝てそうっすね。さあここで最強初手ずる戦術を一つ紹介したいんですけども、もう初手スケバレバレルやっちゃうっていう。でも手札にバレルがなかったやれない。スケバレバレルマジ相手がねしょっぱらウッド持ってないだとか、なんだろうね、まあ、それこそトルネがないとかだったらもうリスクあんまないんでやり得なんですけど、カウンター来るけどね、まあ、なかったんで今回はちょっとのんきにいきたいと思います。あー遅延スキラっすね。遅延スキラ、まあ、トルネもタルババもあって結構防衛硬いんで、なんかファルチなんだけどトルネあるんで、まあさすがにこれはおっきめに外します。うわーなんか嫌っすねこれ。ソウルコールしてもさすがにパルチェに対してのソウルコールはマジの無駄だと思うんで。ただメガナイトはね結構いい味出しそうだな。これだって相手さパルチェもこの文句も使ってるから受け自体は厳しいと思うんですよね。うんでこの両サイ行くと、うわー待って右も左もつって、やべえウッド間に合うかも。これ間に合わなかった、やばい。うわやばい、ちょっと待って。まあでも相手もこれ何もできないと思うんだよな。5コストスキラだと思うんで、よしよしよし、お願いパッキンとかやめて。痛い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 。ウットがマジで遅かったです。はい、ごめんなさい。まあ、それの罪としてダメージ受けただけなんで、右側なんかめっちゃいったな。スキャプレか。まあまあ、両サイね。あんな感じで。ちょっとダメージ稼ごう。なんで吹きは端前じゃないこの1個手前。なんか僕たまにあるんですよね。指の形がおかしいんかな。なんか、端前ウッドで削るじゃん、今の時に。これが1個手前で何にも当たってないみたいな。マジで端前しまウッドしてるみたいなことが稀にあるんですよ。普通の人からしたら理解できないと思うんですけど、稀にあるんですよね。しかも今回のこの相手は、そこそこにうまそうな香りがするっすね。いやー、これ。うっ。いや、まあファルチが嫌なだけっすね、マジ。いや、めっちゃ耐えてくるっすね。まだやっぱ両サイ攻めてあげたいな、あれは。で、大事なのはこの両横にねずらしてあげると、うい、空振ってる。さあ、でも結構俺の方が攻めれるから、止めてあげて、よし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 よ、完璧すぎる。さすがに完璧すぎる。この引きはちょっといやらしめに面してこうぜ。樽使ったね。まあ、吹き矢あればマジである程度は守れるっていう。吹き上げ。文句はね、入れたらダメっすよね。さあ、トルネ使いたいね、相手。さあ、使うと、ゴブリンが刺さってく。危ない、危ない、危ない。けど、マジ吹きは強すぎてね、はい、スケラは守れますね。あとはまあ同彩同彩でいくと、やっぱこうファルチェとかもう本当に守られてカウンター来るんで、今みたいな感じでちょっと逆にね、ピッてスケバレだけ逆とかねやっていくと、相手もなんか形組みたいけど組めないじゃんみたいな、カウンターできないじゃんってなるんで、はい、いってらっしゃい、スケバレバレる。絶対定位置でよかった。あ、でもなんか逆に綺麗に守られました。でもこれはロイホクでキング起動ができて美味しい。うわ、マジでちょっとさあ、まあ延命できないか。文句がちょっと邪魔したっすね。ちょっとメガナイトのコストを意識しつつと思ったんですけど、いやー、でもキング起動できたのマジでかいっすね。さあ、こうなると圧倒的俺の方が有利だと思うんで、来ました本日3度目、4分の3。マジでこのデッキしかいねえな。というわけで、まあ使い毒か、そしたらこんなにこのデッキ来るならね、やばいよね。ロイとか、それこそ今エリポンゴレ、ロイエリポンゴレかな。なんかエレジャイがちょっと減ったっすね。ロイホクに勝てないんでしょうね、このロケ法が強すぎて。さあ、これ熱いっすね。え、寝てんなこいつ。24。さあ、相手今8コス使いました。はい、アドです。まあ、ここの攻め方がむずいですけどね、一旦メガナイトの後ろにつけときゃいいんじゃねっていう話。しかも受けがちょっと足んねえな。うい。さあ、もう俺は無理する必要がないんで、左別になんか適当に守れる。ノックバックも利用しつつ、さあ、ソウルコールして、これ右サイド相手ウッドか防衛クエックなんかしねえといかれるぞ。さあ、左も攻めてあげて、フェニックスが入って、ういで大砲あるんで、今回はねあんまスケバレ飛ばし毒じゃないっていうか、あんま飛ばさなくていい。いやこれまして、やべ、引きお願い。いやーちょっとタイミング遅らしたけどみたいな。スケバレあんま活躍できないですね、大砲だと。あとウッド4回ぐらいでいけそうなんで、ウッド削り始めちゃおう。まあ負け筋はロケ砲っすよね、もし。だからまだ負けれるのは全然。うん、良くない話。ああ、まあでも文句固まってくれたのはでかいね。いや、強っ。いや、強っ。あ、待って、俺のウッドだけマジで下手。スケバレマジ落下届けば勝ちっていう。ああ、これ落下届く。ああ、まあフェニックスいい受けだ。お願い、固まったら俺の方にバレル飛んでくる。さあ、あとちょっとが、あとちょっとがマジで遠いんだけど、ウッドです。踏んでもいい気すんな。踏んだらロイフが来やすいんで、今は攻めるんじゃなくてスケキン構えぐらいでいいから。さあウッドです。マジでやべ、ウッド削りしてるけど文句いるからさ。よし、はい、お願い、クエイクやめて。うっ、なーい、勝ってくー。ヒヤヒヤするね、やっぱロケット押しがね。ヤマメだとねロケは多分楽なんですけど、やっぱ豚のねノックバックだとか手札回しのウッドとかね、やっぱ環境ゴブリンギャング系もね多いので、ウッドで十分がーって気はするんですよね。さあ強そうな人がラスト来たっすね。ここ勝てば12ウィーンっつって。さあスケバレバレルはないんで、まあ、バレルだけかな。マジでこれボンバーとかでしばかれてもいいんで、やっぱトルネードキング起動はね痛いっすね。はい、ウッドです。ウッドキョスケか、あ、これもなんか珍しいね。なんか誘導してフェニックス。おー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 、まあこれ一回やられていいんで、しっかり卵は延命ですね、これ大事ですね。おいおいってくれちゃった。マジで今の当たる？当たりそうだったね。いやーこれおー、いやなんかやべ、バケモン来た。マジで見慣れてる人もいるかもしれないけどね、こういうデッキバケモンだな。俺ここで固まられるとワンチャン帰ってくるんだよ。え？ちょっと待って、え？この人めっちゃうまいです。今トレネの金起動ノーダメでやった。バレるトレネノーダメ金起できる人だ。マジかよ、こんなデッキ使ってて。あ、なんか出た、謎のおじさんのトイレタイム。なんでそんなの俺らが見なきゃいけねえんだよ。いやマジでキモいデッキ来たなあ。これキョスケホグの、まあ、もう出てること言ってるだけなんですけど、キョスケホグでなんかあるんですよ、トルネ5ウッドっていう方が。でそれのナイトが、あ、マジ1個もフェニックス起き上がらんやんか。じゃナイトが文句になってるんですよね。うわー嫌だな。ナイトが文句になって、あ、でもそんだけか。うわーこれ勝ちてえけどな。そう、スケルトン部隊がいたね。確かにマジウィザード同寸年デッキなんですけど、気合と根性ってなんかのドラマで見た気がする。間宮くんが言ってた気がする。よいしょ。まあ、バレバレの強みはやっぱね回転が速いんで。いやマジそれずるい。ロスケキングよー、ファイブつく。あとスケバレの落下とかも稼いでいきたいね。ってことは俺はどうするのがいいかっていうと、相手のホグのダメージを入れなければいいですね。うっ、熱い。ホグのダメージ入れなければいいとか言って今ホグ来たら困る。マジで困る。一発か。一発入っちゃうの痛いっすよね。まあまあ。いやでもダメージ的に結構頑張ってんの俺。いや、文句がね、結構いい味出してるっすよね。俺、受けが強すぎて。よしよし。いや、でも全然あるぞ。マジ、ホグのダメージを抑えるのが、この世で一番大事。一回、下がるように。うわ、ウィザードあれ届くのか。怖え。いや、お前届くんかい。化け物やないか。おーい、いやマジでかい。さあ勝つよ。相手は5削りもあるからね。いやー、スケブーウッドがあるもんね。よしよし、守るのマジで大事。守ってさえしまえばスケルトン部隊来い。うっ、これね、よしよしよし、マジだろマジだろマジだろ。いや、めっちゃ入るやん。マジ入りすぎだろ。いや、問題はここだな。攻め打ってやめて。うわ、やべ、吐きそう。うっ、マジ吐きそう。いや、マジで吐きそう。お願い、お、マジでやめて、お願い、ファイブやめて。俺もう何もできん、これ。ああーあーああ、頑張ったけどね。マジ。まだ一見あれだな。ウィザードぐらいだったらね、多分こう逆サイド行ったりとか、メガネと返しもあるんですけどね。いや、マジか、負けたーっすね。にゃー、あと一勝なのにー。まあ、トルネ、ウッド、ウィザード、まあ、メガネとの受けにもいて、スケブもちょっと厄介みたいなね。なんか全てが苦しかった気がする。うん、まあ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 。ワンチャンつかめそうだったけどね。まあ相手のスケブとかにね、やっぱ攻めウッドを当てれなきゃね。で、当てれると思いきや、トルネ回避、ウッド回避もあるんで、把握が大変だ。さあ、ブレインバグみたいな。英語読めねえから分かんねえんだよな、名前も。お、さあ、来たんじゃないですか、ザ・環境デッキちゃんが。まあ、ロイフじゃない、ロイカスケラっすね。環境の。まあ、こんな感じのね、こんな感じのデッキしかいないんで、トルネはないですね、ザッピーなんで。多分。うい、さあ、もうウッドを使ってくれるだけ幸せ。まあ、さすがにこれ、ソウルコールいこうぜ。ウッド使ったしね。ボコボコにしてるトリトン。熱い熱い熱い。で、トリトンいないんで、この吹き矢もちょっと強いぞ。お願い、ファイボーなのか、ライトなのか、みたいなとこあるが、お主さては苦しい、さては苦しい卵もさ、これは、ちょ、一旦ゴリラします。ファイボかなんだうねねねねねねね、これライトニングか。いや、なんだファイボのコストもなかった。いや、ライトっぽいな。さあ、序盤からね、やっぱ相手ついてこれないんだな、この、ウッドが多すぎて、いや、熱い。だって、ロイとかさ、ぶっちゃけ完封とかも、まあ、ほぼ無理に等しいというか、辛い、立ち込まれたらやっぱ辛い、こういうデッキはね。でも全然いけそう。吹き矢をね、やっぱ文句に当てないようにしなきゃいけないね。もう今、ウィザードの音が聞こえて気持ちいい。ショータイム。ウィザード病になってる。やばいやばい。そう。おー、まあでも相手ももう固めてくるっすよね。さすがに。俺じゃどうすんのってなるよね。一旦なんか、スケバレぐらい流しておけば。おっ、お前だけは。おい、結露来たね。さあ、あとはもう守るだけ。気合と根性で。よいしょ。はい。まだ守れそうだけどな。ほら。めちゃんこ楽に守れそうなんだけど。いや、強っ。さあ、で、サイクね、組んできても、メガナイトがいるっていう。なんかめちゃくちゃ余裕だったな。さあ、卵だけはね、潰してく。鬼だな、メガナイト今の。卵ぶっ潰したジャンプで。さあ、というわけね。まあ、相手がね、てか、ウッド持ってるのは、ここ先やっぱ当たり前なので、そういった相手でもね、勝っていけるよねっていうのが、さあ、このバレバレコカツです。というわけで、こちらね、バレバレコカツ、皆さんもぜひやってみてください。よければチャンネル、高評価もお願いします。では、お疲れちゃんでした。